ベニは、コンゴ民主共和国北寄部州の都市、ビルンガ国立公園の西方、ルーエンゾリ山地にあり、イトリューリンに隣接している。70キロメートル南東に、ウガンダ国境との町家新寺が位置し、ベニ空港を有する地域の経済的な中心地である。2013年2月の段階では、国際連合コンゴ民主共和国ミッションにより、 ネパールの不評一個大隊とヨルダンの特殊部隊一個中隊が駐留している。1894年、植民地下の進行とともに村として成立した。それ以前の記録は宣教師によるものなど少数が残されており、スワヒリ語を学んだ記録があることから当時より、スワヒリ語が話されていたと推定される。当初は北イトゥリ州に属したが1902年に、キブ州に変更された。 ベルギー領コンゴでは、カシンジをウガンダ及び、ケニアへの交易地点とすることで経済の中心地として発展し、教会、学校、行政機関などが置かれた。1970年代中頃から1980年代は、ロブスタコーヒーの木とアラビカコーヒーの木の2種を栽培することで、コーヒー産業で栄えた。だが、1990年のコーヒー価格の下落と、 同時期に発生した、モブツ政権による、圧政、原油価格高騰による、コスト増、品質低下、病害などにより、コーヒー産業は破綻した。さらに、治安の悪化により、交通の安全が確保できず、危機的な状況を生じることになった。第一次、第二次の二度の今後戦争を通じて都市部に難民が、流入、ベニもまたその例外ではなく、規模を拡大することになった。 そして、この環境で、経済的に成長を遂げることになったベニは、都市化が進行することになった。1998年、市に昇格。ベニ空港を郊外に整備し、さらなる発展を図っているが、2012年の段階で市の殿下は未完となっている。2013年5月、マイマイによる襲撃が行われ、これに対抗して、 国際連合今後民主共和国ミッションが一行旅団を展開し、相当に当たる事件が発生した。2019年11月、ベニョ及び周辺地域で民主同盟軍の活動が活発化し、約1ヶ月間に100人近くの死者を出す事態となった。地域住民らの怒りから生じたデモの矛先は、同地に展開している。 国際連合今後民主共和国安定化派遣団に、も及び、同月25日には、ベニ近郊にある、中流地の事務所の一つが放火された。オルドナンス N08、零五語 DU24、セプトンブラ2008ポートンノミネーションでマイヤーズ、ET マイヤーズアゲインツデビ。2010年11月27日時点の、オリジナルよりアーカイブ。2013年6月12日閲覧。 マイヤスコフェブラリー2013国際連合コンゴ民主共和国ミッション2013年6月12日閲覧 AB ネサンスイクロサンスデュヌイグリーズローケイルマチュームヘムスワオシトネリオン第二大学2006ニコラスバリオコンゴトゥループスリッペルミリシャアタックオンゴールドマイニングタウンオブベニウォールストリートジャーナル2013年6月12日閲覧 今後で武装勢力の襲撃相次ぐ国連 PKO に批判。デモで、死者も。AFP2019 年12月2日閲覧。ありがとうございます。